乗り物グッズ、ドリブー。今日紹介するのはピーポーピーポーと街を走る救急車。僕も知ってるじゃん。救急車は病気や怪我の人を急いで病院に運ぶのが仕事なのであります。前に車が急いでるのに。そんな時はこれ。わ、音が鳴り出した。前の車がどいてくれたじゃん。これはサイレン。音と光で急いでいることを周りに教えるのであります。ここで乗りブークイズ。さて、この救急車いつもはどこに止まっているのでしょう。1番、お医者さんと一緒に病院にいる。2番、消防車と一緒に消防署にいる。さあ、いつもいるのはどっち。これは病院に決まってるちょ。がいっぱいの中に。本当だ、救急車がいるじゃん。驚きました。さらに救急車の秘密をもう一つ。何？この秘密のドアを開けると。何これ。これは物を壊す道具。人が閉じ込められたりした時、これで壁などを壊して助けるのであります。知らなかったじゃん。では最後に中をお見せしましょう。いろんな道具がついてるじゃん。みんな怪我や病気の人を助けるためのものなのです。このように救急車には怪我や病気の人を急いで病院に運ぶため、いろんな工夫がされているのであります。よくわかったじゃん。